七屋騒動は、安永2年6月27日に、出羽国米沢藩で起こったお家騒動。藩主、上杉春則の改革政策に反対する藩の、重役で、武行の千坂高厚と、井戸部照座根、江戸画廊の須田光主、侍頭の長岡景明、清之介秀、芋川信雄、平林正梁の七人が、元藩主で藩囲の荒品流宅の教唆を受け、 改革の中止と改革を推進する部業の竹の又摩擦な一派の悲鳴を春のりに合訴した。重役7名の署名による45箇条の訴状が提出されたので、七や訴状事件とも言う。45箇条にわたる訴状内容の要約は以下の通りであった。春のりに対する懲罰の不明確さや政策への批判。竹の又摩擦が他の重心を無視し、 のぞきよし木村隆弘などの藩主側近とともに改革政治を宣断することを、先代の側近森維新と同類の出頭人政治として批判。竹の股の人物及び細い兵衆や最上地方の商人と竹の股との関係を批判。改革政治自体が国以外であり、仙台藩や会津藩の出頭人政治失敗と古法復帰による反省立て直し成功にならい、 越後風の回復のために竹の股とその一味である春のり側近の即時退役要求。千坂とと色辺の両奉行は反対派をくくって抑えておかないと暴発してお家騒動になると懸念しての一味加担であったとする説もある。少なくとも色辺に関してはことから改革に対してはむしろ協力的であったと見る説がある。 同年7月1日に7人の採決が下され、須田と芋川の切腹及び海域、残り5人の重役は隠居及び平門、または窒居、石高削減となる。また、芋川の父、芋川正則も息子に連座して、押し込めとなる。9月にはわらしなが、残守並びに、四分剥奪となる。米沢藩首脳部は10人で構成されているが、 そのうちの七人が加わって反省から退いたことで、当然首脳部に欠員が生じ、少なからず反省運営に影響を与えることになった。七月五日には、侍組平侍の吉江タスク長の奉行就任や、千坂の実定で、上杉重貞月子将頭であった、広井忠興の江戸画廊就任が行われた。安永四年には、須田家と芋川家が価格を、 侍組分量家から侍組平侍に降格されたものの、共に家の再興が認められ、千坂や色べらも赦面された。ただし、須田も安永2年5月26日に春のり、竹の股と共にあたご山に登って降う祈願を行っている。詳細は米沢藩の功を参照。ありがとうございます。